俺も頼んでよ。自分の誕生日、追加来たの。わかった。大家好，我是悠悠，我35周岁了。今天和娃娃两个人出来过生日。娃娃35岁了，所以。そうやな、早い。俺の気持ち、35歳の気持ちよ。おばさんになりました。もともとおばさんや。言うな。ありがとう。これ言うつっちゃって。去年一緒に来るときは私もこれ飲んだやな。それだよ。そう。もうさ、今日歯医者行って。うん。行って。楽しめね。ゆっくり食べて。あの、右の歯で噛んだら。右まで噛んでもどうしても左も来るやん、振動が。そう。去年でいつ来ただっけ？妊娠してたから？妊娠してない？いや。鈴がおったかな？鈴がおるよ。鈴がお母さん見てくれたやん。いや、南は絶対妊娠してない。絶対してない。そう？してない。じゃあ9年じゃないの？9年じゃないの？もっと前。9年？絶対南なんだ。妊娠したんじゃないの？してない、絶対してない。これ時？してない。あ、後で動画見たらわかるやつって。いや、妊娠した時来たの気がする。お母さんが鈴見て、うちら二人で、あの、ブラブラして、それからここに来たんよ。まあ、だいぶ前だけどな。まっちょことって、パパ。かわいくね、これ、ま、回ってて私みたいえ？もう食べようわ、食べよう。跟我老公好隔了好久又来了这家这个韩国料理店的，其实就是一个伊泽盖亚居酒屋，上次我们都忘了是啥时候来的。完了，这次是因为我过生日，公婆一开始说在家里大家一起吃什么，但是呢，我更想两个人出来。啊，ありがとう。パンチ巻くのこれ。巻くの方が美味しいんじゃない？そう。巻いてみ。巻くね。好吃。まあ、結構多いな。うん。チーズチチミ？うん。おいしい。どうおいしい？チーズたっぷり。これさ。うん。これだけ見て。うん。おいしいよ。おいしそう。定番メニュー。うん。うん。あら。あ、ありがとう。これさ、うん、やっぱ料理美味しいやん。うん。料理美味しかったらさ、だからいっぱいお酒飲んでくれるやん、客は。そうやな。それでそういう意味もあるんじゃない。そうやな。いつがやったらこんな感じ。料理満足だったら酒進まんやろ。そうやな。馬肉？これ馬肉やん。最高やこれ。うん。35歳のおばさんと36のおじちゃんやな。言うな。乾杯。前通りの俺の身の回りの世話。これからもよろしくね。よろしくお願いしますね。いっぱい食べてくださいね。もうちょっと太って。みんなはいつもパパ痩せてるのことを気にしてるからね、もう一度食べて。腹出る。いいじゃん。だって男大体35半だったらもうお腹出るんでしょ。でも酢はね、もうちょっと運動した方がいいと思う。腹筋は温まるか？
腹筋一枚でしょ、知ってるわ。やばれるよ腹筋。そう、こんなんさ、実際俺らだけやったら食えない、みんな料理。そう、ほんと子供ももったい、親が目の見てくれるから食える。そうだから、ちゃんと親孝行しないとな。ママどうで麺食べる？麺大丈夫、なんか料理多い。うん、うん、あ、チューライス追加してもらっていいですか？はい、35歳の誕生日に部屋を取ってない。家族とみんな幸せで暮らせるように頑張りたいです。頑張ってください、応援してます。ありがとうね、パパ。家族でみんなで一緒に焼肉食べに行こう。うん、うん、いや、待って。でも会計しに行こうよ。こうね、最低、うん、最強の曲ね。はい、なんなんそんな表情、やめとき。今天我老公请客，用他的生活费，就是零花钱请的。いくらだっけ？750円。あ、小遣いのだいぶ飛んだね。ありがとう。はい、ハッピーバースデー。ハロー朋友们，那今天的视频就分享到这啦。最后祝我自己生日快乐，也谢谢大家一直以来的支持和理解。願いこと願いこと愿望，朋友们，我们下期见，一起加油吧。